ベンゾフェノンは有機化合物であり、代表的な方向属ケトンの一つである。紫外線を吸収する性質がある。実験室レベルでの有機合成において、金属ナトリウムとベンゾフェノンを用いた蒸留により、溶媒の脱水と脱酸素を行う。ベンゾフェノンの一電子還元によって生じた。ベンゾフェノンケジルは青色であるが、水分や酸素と速やかに反応し、小色する。 このため脱水と脱酸素が完了した時の未溶液が青く保たれ、目視で脱水の完了がわかる。THF やジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒に対して汎用される方法である。またケミカルバイオロジーの分野では光アフィニティープローブに用いられる。低分子化合物にベンゾフェノンを結合させ、タンパク質などの生体分子内で紫外線を照射すると低分子と 相互作用するタンパク質に対してベンゾフェノン部位が共有結合を形成し標識化する。これを何らかの手段により検出することで低分子と相互作用しているタンパク質を決定することができる。工業的には紫外線を吸収し構造間作用を示すことを利用して光り重合回資材にも用いられる。紫外線吸収剤として プラスチックパッケージにベンゾフェノンを利用できる。黒色、不透明なパッケージでは不都合な場合に有用である。また、樹脂モノマートの混和性や反応速度を向上させることを目的として、主自のベンゾフェノン誘導体が開発され、市販されている。ベンゾフェノン誘導体であるオキシベンゾン類は、日焼け止めの成分として用いられている。二分子のベンゼンと4塩化炭素から、 ルイス酸触媒化で合成される、ジクロロジフェニルメタンの加水分解によって合成できる。また同じく、ルイス酸存在化で、塩化ベンゾイルとベンゼンによるフリーデルクラフツ反応によっても合成可能である。ベンゾフェノンのイソプロピルアルコール溶液に微量の酸を加えて、紫外光を照射すると、一重光冷気状態から、見重光状態への交換交差が起こり、 ラジカル反応を経て最終的にはベンゾピナコールが得られる。ベンゾフェノンを還元するとフルオレンが生成することが知られている。ありがとうございます。